みんな最近おしゃれしてる？どうも、アイビーです。はい、ということでね、今週も始まりました、ラジオ企画でございます。先日ね、質問したところ、2回目よりも結構たくさんね、質問をいただきまして、できるだけなんかそのピックをね、こう多くしていこうかなと思ってます。一番最初のうちは、お寄せいただいた、アンサーに対して、基本的にはね、答えていこうかなと思ってるので、たくさんね、コメントや DM でいただけたら嬉しいです。普通に単純に喜びます。これだけ見てくれてる人がいるんだって結構励みになるんで、ぜひねどしどしご応募ください、この企画に関してはね、普段から見てくれよるみんなとちょっともうちょっと関われたらいいなと思って始めた企画やけん、最近買った最高の一着、あとは最近のお悩みで、この悩みに関しては別にファッション以外の悩みでも全然大丈夫です。ファッションだけっていう括りにしてしまうと、やっぱりちょっとこうね、質問が減ってしまったりとかするけん、もう本当に最近悩んでることとか、もう今ジャストで悩んでることとかでも全然いいので、ご相談いただければ、それに対して僕なりの見解で皆様にね、お答えしていきたいなというふうに思います。そしてペンネーム。この3つをね、しっかりと添えた上で、コメント、DM でいただければ嬉しいです。なのでね、ぜひ、どしどしご応募お待ちしております。もしかしたら、これからね、このアンサーに選ばれた人たちはいいことがあるかもしれないので楽しみにしておいてください。それでは早速ラジオスタート。最近のトピックスといえば、僕マフラーにハマったんですよ。今までその販売員したりとかしてた時にマフラーって実際そこまでこう巻いたことがなくて、巻いても結構ローというか細めのストールみたいなものが僕多かったんですよね。で、大判のマフラーとか、なんかこう、ふかっとしたようなね、ふわふわっとしたようなこうマフラーとか、あんまりこう、チャレンジしてこんかったっちゃけど、今回、めちゃくちゃいいブランドに出会ってしまって、イーファーっていうブランドがあるんやけれども、ぜひね、みんな調べてみてほしい。ちょうどね、今のこのシーズンとかやったら、クリスマスに向けてね、そのギフト探したりとかしよる人とかにもすごくおすすめなブランドやけん。カシミヤ 100% で、後染めして作ってるんですよ。で、50色展開あって、なんかその、例えば、僕、ネイビーとかブルー好きなんですけど、じゃあ、ブルーでも、なんか、ロイヤルブルーとダークブルーみたいな、同じその、色の中でも何色かこう展開があったりとかして、発色がめちゃくちゃ綺麗で、肌心地、違うな。肌触りか。肌触りがめちゃくちゃいいっていうようなマフラーになってます。で、これを買った時に、使い勝手が良すぎて、なんかちょっとね、こうガウンっぽい感じにしてみたりとか、で、大判のマフラーやったらこれピンがついてると。なんかゴールドのピンとシルバーのピンで選べるっちゃけど、そのゴールドのピンで前を止めた、そのガウン巻きみたいな形とか、最近流行ってるようなちょっとこうバラクラバ巻きとか、そういったのをこう試してたら、なんか面白いなと思って、大判のマフラーにちょっとハマったっていうのが最近のトピックスです。もともとね、マフラーとか苦手やった僕が、こう、一回ちょっと買ってみて、なんかすごい良かったなと思ってハマったんで、なんかね、巻物苦手だったとか、今までしてこんかったな、でもなんか欲しいな、みたいな人とかはちょっと見てみるとね、いいかなと思います。ぜひおすすめです。アイビーのお悩み相談室よっ。はい。ということでね、この企画ではですね、人生の悩みだったり、洋服の悩み、あとは恋愛の悩みとか、もう本当に何でもいいです。その枠はもう本当に設けてない、最近のね、こう皆さんがこう悩んでることを、一応応募してまして、それプラス、ペンネームと最近買った、ファッションチャンネルやけんね、最近買った最高の一着を、3つね、お聞きしてご紹介するっていう、こう企画になってます。ではね、早速1人目いきたいと思います。はい。ペンネーム873、お悩みがですね、土日に仕事、地方に引っ越しをしたので都内のポップアップに行けないのが悩みですと。そうですよね。そう、大体ポップアップって土日に開催されることが多いし、面白いイベントごとって大体土日なんですよ。これね、めちゃくちゃわかります。地方に引っ越したので都内のポップアップに行けないと。そうで、大体トピックスとか結構なんか、これなんか行きたいなって、ポップアップイベントって基本的には都内が多いんすよね。そう。もちろんね、地方のイベントとかも面白いイベントとかもたくさんあるんやけれども、基本的には大体大きな、そういうなんかトピックスはもうほとんど東京がね、多いというか、僕もそれでね、歯がゆい思いを何度もしてきました。なんなら僕、8年間ぐらいずっと地方回りしてたんで、新潟、長野、名古屋、みたいな形でずっと8年間ぐらいは僕、地方にいたんで、ほんとね、週に1回休みの日に、
こう東京に出てくるみたいなぐらい東京がすごく好きで、あのアグレッシブに出てきてたぐらいだったんで、なんか気持ちはめちゃくちゃわかります。でもね、出てきてたにしてもいつも出てきてたのが本当に平日だったんですよ。で土日になったら、だいたいこう平日に来た時の友達に、土日ってなんかアイビーいないの？みたいな言われて、いや、いないんすよねみたいな感じで結構終わってしまうことが多かったけん、すごいね、気持ちが分かってて。でも、めっちゃね、こう、ポジティブに考えると、土日ってめっちゃ混むんすよ。本当に。なんか、どこに行こうとしても、もう大体混んでる。で、時間もめちゃくちゃかかるってなった時に、平日休み、もうどこも空いてるし、割とすんなり入れるし、なんかね、こう、買い物したりとかする時も、ちゃんと見れる。集中して見れるというか、これね、結構ね、個人的に良かったポイント。で、地方に引っ越した悩みっていうのがあると思うんやけれども、まだ引っ越したばっかりってことやと思うけん、なんやろ。そこの地方の面白みを開拓するのすごくおすすめです。僕も正直、最初地方に行った時に、新潟？長野？みたいになったんすよ。で、僕、九州出身で、新潟とか長野とか名古屋とかも、ほんと縁もゆかりもない土地だったんで、友達も一人もいないし、なんでこんなところにいるんだろうみたいなこととかも、最初なんか行ったばっかりの時は思ってたんですけど、やっぱね、いい言葉を作ってくれたなと思うのが、住めば都っていう言葉があって、本当にね、これね、1年も住めば本当にもうね、住みやすくなってくるんですよ。そうで、そこの土地土地の面白みが見えてくるんですよね。なので、なんかその土地に行ったからこその楽しみみたいな、もうそこの土地ならではの楽しみみたいなのをできるだけ見つけてあげた方がいいと思います。あとは平日休み、それこそ土日仕事で平日休みとかやったら、平日のコミュニティって絶対あるけん、平日のコミュニティを作ること、これはね、結構ね、休みの日を充実させる、一つのポイントになってきます。そうで、平日のコミュニティができてくると、逆に土日にね、こう休まんくなってくるんですよ。だいたいね、土日の友達が減ってきて、平日の友達が多くなってくるけん。そしたら、平日の友達って結構ね、これね、本当にあるのが、アパレル系とか、美容師さんとか、割とそのファッション、見た目に関わる、その、仕事の人たちって平日休みの方が多いけん。そういう人たちと繋がっていくと結構トピックスを知ってるんですよ、その土地土地の。そういう人たちと繋がって平日の休みを謳歌するのもありだと思ってます。ぜひね、よかったらね、試してみてください。では次の方、ペンネームケチアンさん。大学生なのですが、金欠でアイウェアやアクセサリーになかなか手が出せず、お財布に優しいものを探しているのですが、見つからないことが多いですということですね。そうですよね、大体まあ大学生ぐらいの時ってお金そんなにこう使えないですもんね。たまにね、なんかバイトとかめちゃくちゃ頑張って、なんかこう使えるっていう大学生いますけど、まあ、ほとんどの人がそんなにこう洋服をね、毎月毎月こう買い足すっていうような方々ではないと思うんで、なんか、このあたりで言うと、1万円から2万円台で、アイウェア、アクセサリーってなった時に、おすすめなのは、まあ、こういう場合って多分ブランドをおすすめしてあげた方がいいと思うけん、ブランドでおすすめするんやけど、アイウェアに関してはジュガード14っていうブランドとか見てみてほしいです。ブランド、セレクトブランドのオリジナル、このあたりも意外といいので見てみるといいと思います。意外とね、ビームスのオリジナルとか結構良かったよ。あとだいたい1万円台とかで結構いいのある。で、まあ2万円台とかまで幅を広げるんやったら、アイウェアやったら、カネコオプティカル、ADSR、 フューニュー、このあたりのブランドはぜひ見てみてほしいです。アイウェアこれだけでも結構ね、あると思うけん、なんか好きな一本見つかるはず。ぜひね、よかったら見てみてほしいです。で、アクセサリーか。アクセサリーとかで言ったら、ショロ。結構いいと思うね。このあたりはこだわっとって、本当にリーズナブル。あと、個人的にも結構おすすめさせてもらってるんですけども、インディアンジュエリーのブルース・モーガン、トム・ホーク。このあたりは結構いいです。たまになんか二次市場とか探しよったレイヤー高いっていうそのブランドさんとかもたまに安くでね、売ってたりとかするんですけど、これは結構稀なんで、まあ最初言ったね、3つぐらいはちょっと見とくといいかなというふうに思います。はい。はい。お次、3人目は、大人になりきれない服装迷子さん。仕事がスーツにネクタイになったんですが、アウター選びがとても難しいですと。ほう。前までは色デザイン関係なく探していたんですが、
今は暗い色でシンプルだけどかっこいいものを探してもなかなか値段とバランスで買えないので、何か本当にいいショートロングアウターあれば教えていただきたいですと。まあね、本当に切実な悩みだと思います。僕スーツね8年間やってたんですけど、スーツに転身した時にアウターがマジでわからん、何着たらよかっちゃろみたいな感じになったことあったんですよ。なんでなんかそれを考えた時に、あんまりこう安すぎるとやっぱスーツにこう着るアウターってちょっといいものじゃないとダメだなっていうイメージがあったんで、少しなんかいいものを着たいって思って探したんですけど、でも高すぎるっていうのがやっぱ当たった壁だったんですよ。そんな時にこう見たブランド、中間ぐらいのレイヤーでこう見たブランドで、僕が結構いいなと思ったブランドさんで言うとグリーンレーベル。グリーンレーベルはめちゃくちゃおすすめです。本当に。物もしっかりしてるし、結構ね、作りもしっかりしてるんですよ。で、なおかつ形が本当にオーソドックスでシック。だから、どんなところに行っても受けで言ったらやっぱ抜群にいいんですよ。なんで、結構グリーンレーベルのオリジナルのアウターは本当4万円以内とかで揃うし、物もね、しっかりとこだわってるし、ウールメルトンとかも結構あったりとかするんで、ぜひね、よかったら見てみてほしいです。あと、着丈感がちょうどいい。あんまり、こう、長すぎず、短すぎず、ぐらいの着丈感でやったりとかしてるものが多かったんで、僕がユナイテッドアローズに行った時は、めちゃくちゃハイクオリティなものを出してたんですよ。グリーンレーベル。ロロピアーナっていうイタリアの、もうね、スーツとかで買ったら15万ぐらい、する、もっとかな、言ったら。15万から20万ぐらいするスーツの生地があったんやけれども、その生地を使ったロロピアーナのイタリアのボンディングって言われるその中に、一枚ね、雨が中まで浸透してこないって言われるような、施しをしたコートがあったんですけど、それ確かね、僕の記憶が正しければ4万6千円とかでやってたんですよ。チェスターコート。しかもベージュとネイビー。ありえないぐらいの金額帯で出してて、え?と思って、なんか本当にそのぐらいのクオリティのものを、いい価格帯で出すブランドさんなので、ぜひよかったら見てみてほしいです。あとは、僕去年買ってすごい良かったなと思ったのは、シテンのステンカラーコート。これもユナイテッドアローズのブランドになるんやけれども、19,800 円とかでステンカラーコートを出しとって、着丈長めのね、膝下丈ぐらいのちょっとロングコートを出しとったんやけど、めちゃくちゃかっこよかったです。で、金額帯が2万円以内とかになってくるとその帯なんやけど、もうちょっと金額出せるよと。7、8万円ぐらいの帯でコートを探してるよってなったら、これも同じユナイテッドアローズの中の価格になるんやけど、スティーブン・アランのコートはめちゃくちゃかっこいいのいっぱい多いです。で、形も良くてクオリティも程よくいいんやけど、金額帯が結構リーズナブル。物のディティールに関して言うとね。やけん、このあたりはぜひ見てみてほしいです。結構ね、セレクトのオリジナルはね、割とね、リーズナブルでいいものが多いけん、ほんとビームスさんとか、417とか、あのあたりとか見てみるといいかなと思いますよ。で、ショートコートに関して言うと、ショートコートもやっぱ結構ね、リーズナブルな帯でいくと、シテン結構おすすめです。シテンの肥沃になってるコートがあるんですけど、あれね、めちゃくちゃね、リーズナブルでいいですよ。物もね、しっかりしてるタイプで、で、形も結構綺麗。まあ、ちょっとね、リラックスめやけん、中にスーツとかね、しっかりしたものを着込んどったりとかするんやったら、全然ぐらいね、ちょっとゆとりがあってもいいと思うけん、ぜひね、見てみてほしいです。はい。はい。お次が、最近買った最高の一着。はい。ということでですね、先ほど、読ませていただいた3名のね、最高の一着を、今からね、見ていきたいと思います。ペンネーム873。レシスのウールカーゴパンツ。めちゃくちゃいいの買ってる。めっちゃいいですよね。結構高かったんじゃないですか。ね。パンツで、7、8万ぐらいしませんっけ?レシスって。結構いいパンツですよね。いや、すごいいいパンツ買ったら、これはもう今年の冬のベストバイぐらいに入るんじゃないですか。しかもね、カーゴパンツとかやけん、なんか、汎用性も広そうやし、あとは、ウールカーゴパンツってことで、幅が広そう。普通になんかこう、チノとかそういう系のね、コットンのカーゴパンツよりも、ウールパンツの方が少しこう、綺麗め見えもするし、コートとか、そういったね、アイテムにすごく合わせやすそうですね。まあ、カーゴパンツやけんね、ちょっとミリタリーテイストの、モッツコートとか、ちょっと身幅広めのモッツコートとか合わせたりとか、中にちょっとこうキルティングブルゾンとかね、
着たりとかして、ちょっとレイヤードさせてカーゴパンツとかで合わせてもかっこいいよね。かあえてステンカラーコートとかバルカラーコートみたいな感じで綺麗めなのをカーゴパンツで少しだけ遊び心出すけど、全体的なまとまり感は綺麗めみたいな、そういう感じのね雰囲気もちょっと面白そうだなと個人的には思います。うん、まあでもウールカーゴパンツとかやったらちょっと今年色物のね、こういう僕が今日着てるみたいなこうニットとかで合わせたりとかして、上からねこうキャメルのコートを羽織ったりとか、なんかそういったのもねなんかいいんじゃないかなというふうに思います。スタイリングの話ばっかやね。スタイリングの話になってくるんですよ。僕もともとスタイリングを提案してる人だったんで、スタイリングの話をしたがるんですよ本当に。なんでもしねこうまあコーディネートのねこんだけいいものを買っとったら困ることは絶対ないと思っちゃうけど、もしね困ったりとかしたらなんか聞いてください。画像付きでね、画像付きで相談してくれたら、これに合わせてこういうのがいいですよみたいな提案は全然できると思うけん。はい、ではお次の方に行きたいと思います。ペンネームケチヤンさん、チャンピオンリバースイーブの黒、めっちゃ色買ってる。ほんとリバースイーブいいよね、ほんとにね。なんか普遍的な一枚だし、なんかこう変わらない良さ、ほんとにこうもう昔からね、古き良きからもずっと変わらない良さがあるようなアイテムなので、このあたりは買っといて間違いないと思います。しかもチャンピオンっていうね、僕ちょうど高校生ぐらいの時ってアメカジブームだったんですよ。なんかチャンピオンのスウェットに、チノのパンツ、ディッキーズのチノのパンツ履いてレッドウィングみたいなとか、チャンピオンの、スウェットに、ちょっと色落ちしたジーンズにレッドウィングみたいな、そういうような、まああとダナーとかねみたいな感じの雰囲気が結構流行ってたので、もうチャンピオンのスウェットとか古着屋さんにめちゃくちゃ僕あさりに行ってたんですよ。だからねすごいねこういうの聞いてね、なんか懐かしいなと思いつつ、うわめちゃくちゃいいの買ってんなと思いながら聞いてますよ本当に。なんかしかも黒の色やけんシンプルに合わせやすいですよね。オールブラックみたいなスタイリングに僕最近ハマったりとかしてるんですけど、そういうオールブラックでの着こなし、ディッキーズのブラックとか、ちょっと固めのね、チノのパンツの、黒とかで合わせても面白いし、綺麗めなね、スラックス、ちょっと落ち感のあるようなワンタックとか、ツータックぐらいのスラックスに合わせて、黒のね、ワンスターのコンバースとかで合わせてね、なんかこう、クラシックストリートみたいな格好でこう楽しんでも面白いと思うし、うん、あとは中にコットンタートルネック、白のコットンタートルとかをこう挟んだりとかして上からスウェット着たりで、その上にちょっとねショートブルゾンみたいなのを羽織ってあげて、下が、まあ、キルティングのダウンパンツとか、なんやろ、あとは今日も僕履いてるんですけどトラックパンツとか、なんかそういった形でストリートテイストな着こなしを楽しんでみるとか、なんかそういうねスタイリングもちょっと面白いんじゃないかなと思います。はい、うわいいの買ってるな。ではラスト、大人になりきれない服装迷子さんのベストバイはミラーレイナーのクルーネックセーターということでですね、これもねいいセーターなんですよ。レショップとかかなって確か取り扱いあったセーターで4万円ぐらいの金額のものよね。結構いいセーター買ってるなーって感じです本当に。僕もセーターだったら大体本当に 3,4 万ぐらいはかけて結構買ってたりとかしたんで、やっぱそのぐらいのタイのセーターってやっぱめちゃくちゃいいもの多いですよね。長年着れるというか、僕今日着てるこの H のセーターもこれも 4万8,000 円ぐらいで買ったんですけど、これもねもう本当に3年ぐらい着てます。で、もともと持ってたスティーブン・アランとかのセーターとか3万円ぐらいのセーターとかも本当にね5年ぐらい着たりとかしたんで、いいセーターを持ってると一緒に年を重ねていけるんですよね。だしいいセーターだとちょっと年を重ねてもなんかこうなんだろう、自信を持って着れるというか、20代前半に買ってて30歳になってもこれあの時に買ったいいセーターだからって言って着てるのがなんかちょっとかっこいいみたいな、なんかそういう感覚で着れるようなねセーターだと思うので、特にミラーレーナーのセーターってちょっとここのね襟リブが少しこうあったりとかして、ちょっと重厚感あるような雰囲気に見えたりとかするんで、なんかこう何歳になってもこう楽しめるようなアイテムかなと思います。このあたりはね僕個人的にはスラックスパンツとかで合わせたいな。なんかイメージとしてはベーシックなスラックスパンツでこうクールに合わせてもいいんやけど、今年とかだったらハウンドトゥースって言われるような千鳥格子のパンツであったりだとか、あとはブラックウォッチって言われるようなチェック系のパンツでちょっとね合わせてみたりして、で靴下少し色物入れてクリスマスコーディネートみたいな感じの雰囲気もいいし、まあオールネイビーとかオールブラックみたいな印象でこうさらっと
羽織ってあげたりとかして全体的に色をまとめて大人クラシックコーデみたいな感じでちょっとモテコーデを作ってみても面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ面白いっていうかまあかっこいいよね、普通になんか大人だなって感じします。あの大人になりきれない服装迷子さん、ヒゲとか生えてるんですか？ヒゲとか生えてたらなんかちょっと髪の毛ピタッとしてこのミラーレイナーのニット着てちょっと袖まくってなんかこうカフェとかでこうやってあのカフェラテ飲みながらパソコンで作業してちょっとかっこいいなみたいな、そういうイメージなんかないですか？なんかそういう感じの雰囲気を醸し出せるようなイメージのニットです。あの伝わればいいな、うん、伝わってほしいね。はい、いかがだったでしょうか。今回もねたくさんアンサーをいただいた中から3名で、ね、選ばせていただいたんですけれども、こんな感じでねしっかりいただいたアンサーもね、こうやって答えていこうと思います。あの、もしかしたら、あの、本当に一発撮りで撮り寄るけ、なんか言葉つたないところもあるし、全然伝わっとらんところもね、あるかもしれんけど、まあ、もうちょっとこういう風にしてくださいとか、なんか、こういう企画やってほしいですとかね、もしあったら、このラジオでね、このラジオ以外じゃないよ、このラジオでなんかそういうのがあったら、ぜひね、コメント、DM 気軽にお寄せください。今日のね、動画が良かったなと思う人は、高評価と。チャンネル登録をよろしくお願いします。あとね、コメント、DM もね、たくさん待ってるんで、何回もね、言ってしつこいかもしれんけど、待ってるんで。はい。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。